これは石井くん石田です訂正できてなかった石井くん、ね、石田です。いやなんかこの日石田くんが、うん、もはや僕は石井くんでいいのではないですかみたいなこと言ってたなんか石井くんの方がなんか合ってるなんかそうですか、うん、いや割と間違えて覚えられたのかなってちょっと初め思ったので、うん、否定しようかすごい悩んだんですけど、いや石田くんって言ってたら石井くんに直してるから。あ、確かにさすがにそこまで失礼じゃないちなみにこの日は調子はどうだったんですか。この日、いやでもなんかどうだろう、時間、お昼過ぎからやったのかな。これ5時です、5時からでした。あ、5時からか、はい、なんかね、お昼ご飯食べるタイミングミスってなんかちょっとお腹すき始めてるみたいな。あ、そうなんですか。エネルギーがちょっともう使い切っちゃってるかな。そうだったんですね。ウィダー1個入れたんだけど、なんかちょっと体の張りとか、練習前結構、はい、もう動く前から結構熱かったりするの。もう全然頭が。もう言い訳なんだけど。まあ、なんかいつもと違う環境だから、ちょっと緊張してるんだと思う。そうですね。目の前には。これは緊張してるんですか？意外に緊張するよ。試合とかは絶対に緊張しないんだけど、はい、やっぱり、はい、うん、こういう環境とか見られてやるっていうのは、どうしても、それ用に振る舞ったりとかもするし、あ、うん、変なことできないじゃん。確かに。ちなみに今邪悪で結構こうグリップ離しながらプレスしてたと思うんですけど、うん、あれはあれですか、脱力を意識してる感じですか。脱力を1回、うん、意識する。で握りの位置を確認して。山本さんってフックグリップ維持してますよね、クリーンで。そのラックするときも。あ、どうだろう、え、どうだろう、え、わかんないですよ。わかんない。え、ちょっとね、え、いやいや、維持してますよ、してます、してます。そのすぐ戻しちゃうからね。あ、いや、あの重たいクリーンやってるときもフックグリップ維持してるんですけど、結構増量、あ、でももうあれはプルの延長線上だから、はい、しっかり あの乗せ切ったら外してる。あー、うん、なるほど。そう、なんか柔軟性的に厳しくはないですか。その増量して柔軟性とか結構落ちたりするんですけど、うん、ね、やっぱりね、どうしてもきつくはなるよ。なるほど。ちなみにこの日は190までやるって決めてやってたんですか。いや、200までやるって決めてた。あ、200っすか。うん、なんかプレートの準備が190分前しか置けないなって。あー、そこに白つける感じですかね。その白1枚と、あ、まあでも、うん、あ、無理はしないでおこうと思って、その、はい、なんか特別に上げるとかじゃなくて、はい、普通にあの前のコンディションが良かったから、その1週間の、はいはい、だから普通に前日軽く抜いてるから、まあ200できたらいいかなとは思ってたんだけど。ちなみに座る姿勢とかは特に変わんなかったんですか、その増量をして。座りはあんま変わんないね。やっぱり返しがどうしてもきつくなっちゃう、二頭筋が邪魔になってくるから。いや、もう変わるそうですねこれではだって、うん、もう50%とか。この日はまあすねとか腰は特に大丈夫。あ、でもこの日も痛かった、すねは。ああやっぱり、うん、あとちょっとお客さんがいっぱい入るから、はい、やっぱり冷房効いてたのかわかんないけど、何キロやっても全然体温まらなくて、ずっともう最後までなんか体が硬い感じでずっとやってた。確かにあの日ちょっと寒かったですね。うん、寒かった。なんかあとちょっと動物園感ありましたね、うん、まあ前にも人めっちゃいたからねそうなんですよね。これあの僕が撮ってるアングルで、これもう左右にもうめちゃくちゃ人いて、うん、何回か場所取られてますね。そうね、何回か取られそうになって、俺めっちゃの横の人に、いや、ちょっといいっすかっつってあ、で、これはクリオの、そう、最近クリオのこの、うん、
なんていうのかな、座んなかったりとか、はい、なんか軽い練習の時とかはこれ結構つけたりする。普段あれですよね、使わないですよ、ニースリーブは使わない。でもやっぱり寒かったからどうしても、ここのジムは冷房結構つけてるから、はい、俺あんまり好きじゃないんだけど、正直言うと、はい、うん、体が冷めちゃうから。ちなみに どうですよ、あのフックグリップのニースリーブって使ったことありますか？フックグリップはないの、チャイニーズスタイル。ああ、でもそれに近いと思うよ、これも、うん、結構じゃあ、本当に薄い感じ。そう、クリオさん結構このニースリーブ、あれ、これ山本さんのサービスタイムですあの体重増量してるから。これが180キロですね、うん、もうこの時点でちょっと重いと感じたね。ああ、うん、もうアップから、そう、ちょっときついと思った。そう、前取られてるじゃん。ああ、確かに。そのなんかシャツがきつくて、あ、そうそうそう、シャツも合わなくてこの日。ああやっぱりちょっと公開練習っていうのもあって、この後販売、はい、あの先行販売する予定だったから、はい、自分の作ったこのチャー&カーの T シャツ着たんだけど、初めて着て練習したから、あ、そうなの、サイズ感おかしくて、そう、背中がめっちゃ張ってる。確かに張ってますね。そう、だから動きが制限されて前取られちゃってるんだよ。いやでも邪悪安定してますよね、回転も一切してないし。八号時代とは全然違いますね、かなり違う気がする、動きが。この後、まあ、180ちょっと重いなと思ったんだけど、一応ハイで取ってるしできたから、まあ、200やる予定だったから、まあ、意地でもちょっとやろうかなと思って。190も本当はハイで取りたかった感じですか？ハイで、うん、確かに、あのだからちょっとハイで乗せる位置高いですもんね、うん、はい、いや正直この190の方が僕は180より邪悪綺麗だったなって。これ横の人がめちゃくちゃビビってた。ジャークはでも座った方がリズムはいいと思う、はい、呼吸のリズムとかも。これスローモーション190キロになります。やっぱ高いですね。いやなんか、うん、全然パワークリーンで取れる高さだよ、ね、うん、でこのちゃんとねしなりが上がってくると同時にドライブするところがね綺麗だなって思う、思います。ありがとうございます。ちなみにこれなんか190になってから手首にテープ巻いてるんですけど、これ効果あるんですか？あるよ、うん、あ、本当ですか？バンテージ、この時はね体重ちょっと重すぎて、はい、バンテージ巻くにしては手首が変えなかった時期も、あ、まだあのね、種目も全然やり込んでなくて急遽上げることになったから。なるほど。そうだからこの時期ずっとあのバンテージつけずにやってる。でも補充量やるからちょっとさすがにテーピング巻いとこう。ここからスナッチのパワースナッチの練習ですね。ちなみにこう普段の練習でも、うん、まあ、ウェイトリフターってほとんどスナッチから練習入ってクリーン&ジャークやると思うんですけど、うんうん、クリーン&ジャーク先にやってからスナッチやる日って結構多いんですか？まあこの日も別になんか思いつきでやってるからね、この日も。あ、そうか、うん、じゃあ普段の練習はスナッチ先に、まあ、スナッチやったりとか、まあでもそんなにスナッチからやらないといけないっていうのは自分の中ではないかな。この日に関してはもうジャークだから、だからスナッチやらない日とかもあるから、ジャークだけで終わる日とかもあるから、はい、だから今日はジャーク上げようと思って、せっかく来てるからスナッチやっとこうかなぐらいの重量しかやってない。120キロで設定できました。120までしかやってないし、はい、そうですね、正直ちょっともう本当にジャークから体の動き悪かったから、うん、スナッチもなんかちょっと、じゃあちょっと、うん、ぶっちゃけ調子いい日ではなかったんですね。全然良くない、うん、力があるからちょっと軽そうには見えるんだけど、うん、いやもうめちゃくちゃ軽そうです、うん、僕のベストがぐらいの俺のジャーククリアンドジャークこれ110キロですね。110キロも2セットぐらい、これ2セット目か、2セット目ですね、うん、ここら辺の重量は別になんか練習にはなんないけど、じゃあ見せてるだけみたいな、この日のトータル練習時間
1時間5分ぐらいだった。いやもう普段はだってもっと時間かけてウォーミングアップとかも使うから、はい、そんなだってさ公開練習って言ったってさ普段の3時間の練習さ座って見てるってきつい、うん、きついっすね。もう正直腰痛かったです、うん、これだからもう本当に全部コンパクトにまとめてやった。じゃあ本当にもう見せるための練習だったんですね。約120キロで別アングルで、これ確かスローモーションを作ってあります、うん、割とあのアングルも良かったですね、うん、斜め上からっていうこう見ると。いや山本さん の, このスクリーンでもそうですけどスナッチ の, このスタートポジションって本当にもうテキストブックなもう、うん、もう本当にお手本のようなスタートポジションって僕 の, その動画あったじゃないですか、うんうんうん、あれでもスタートポジション結構山本さん使ってます。あ、ごめんそれはまだ見てないわ。ああ、ぜあまあスナッチのやり方知ってるんだよ、うん、いやちょっとは見たよちょっとは見たけど すごいいいよね、はい、あれ反響いいでしょ。あれ結構反響はいいです、うん、まだ再生数は少ないんですけど、うん、でここであの T シャツがきつかったから着替えたんですけど、ね、T シャツきつすぎてちょっともう着替えたもうリストラップの巻きの速さ、そこは選手やってたらてか巻きながらレップごとにちょっとずつ巻いてる何もいらないですよ、うん、ちなみにこの日はうん、スクワットじゃなくてデッドリフトやった理由は何だったんですか。もう営利目的だよ。この1週間後に確か、はい、みなとみらいのクロスフィットボックスで、はい、スクワットセミナーやるからその1週間前になんかスクワットがっつりやってるとこを、ね、見せるのはどうなのかなっていう。多分調整も難しくなりますよね、そんだけ300キロでいっぱいやって。いや別にいつでもどこでも300キロって言ってるぐらいだから全然やろうとは思ってたんだけど、はい、やっぱりねセミナーはお金払って来てくれてる人がいるわけだから、うん、そこでねなんか気軽に300キロもやっちゃうとどうなのかなって。失礼じゃん。この日はちなみにどれぐらいデッドリフトやる予定だったんですか。この日はその2016年のジャパンクラシックで 282.5 までやったのがベストだからそれ以来のマックスをやろうと思って、ちなみに270触ったのもかなり久しぶりです、ね、めちゃくちゃ久しぶり。多分2年ぶりぐらいじゃない。軽そうですけどね。250まではあるけどね。うーん、でもねこの日やっぱりねリングシューズどうしても高いからなぁ、その分プルがきついって、うん、もう自信なさそうですね。いや自信はあったよ、自信はめっちゃあったよ。いやなんかずっとなんか290やる前にずっと僕の方見てくる、うん、ちゃんといやカメラのスタンバイ OK かみたいな合図で。あいや、いやめっちゃ俺ここは自信あったよ。あそうなんですか、うん、270めっちゃ結構体感軽かったからいけると思ったんだけど、はい、やっぱりちょっとこのリングシューズでね前取られちゃってきつかった。なんか前取られてあちょっと無理だなって思って、うん、もうこれは危ないと思って。ああなるほど、うん、じゃあ次は290期待してます。300やりたいよ。おあじゃあデッドリフトもいつでもどこでも300キロ。いやそれはちょっとリスクあるけど、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。